おこしやす三条名店街、本日はハートプラザ京都三条店にやってまいりました。就労継続支援 B 型事業所西陣工房の河合さんに本日はお話を伺います。よろしくお願いします。こんにちは、どうも。はい、よろしくお願いします。ではまず最初にですね、西陣工房さんがどういったところかっていうのを教えてください。はい、障害者がですね、西陣織の職人になるべくですね、後継者ですね、はい、今もほんまに後継者なんでね、困ってはるんですけどね、この後継者になるべく日々訓練をしているところでして、で当然訓練の、経過としましてね、はい、どんどんこの織物が織り上がってきますので、西陣織ですですから絹です、絹の手織り、これが織り上がってきますので、この布地をですね活用して製品を作っているということです。ありがとうございます。では実際にどんな商品を作られているかというのをご紹介いただきたいんですが、はい、例えばこのカバンであったりとかのお話を伺いたいです。はいはい、最近ねようやくこういう柄物が綺麗にね、はい、織れるようになりましたので、とても綺麗な柄が本当にすごく精密な、すごくなんていうんですかね、凝った柄といいますか、はい、これは小柄ですね、これは、はい、これ歯の小柄、これは一松柄ですね、はい、そういうことで、いろんな柄がね、伝統的な柄、これですと当然著作権なんか、ね、ありませんので、自由に使わせていただけますのでね、そういう日本的なもの、これを基本に作らせていただいています。なぜ全部その自社製というのがね、結構当てまして、はい、その織りも縫いも全部自社製なんでね。本当に本物の技術が詰まった商品たちだなっていうふうに思ったんですけども、技術のその繊細さみたいなところなどを教えていただきたいです。はい、障害者にするとどうしてもね、なんかちょっと甘えもありましてね、何しろ本物をね目指すということを、はい、私とかね非常にねこだわってまして、だから西陣の織屋さんがやってる同じようなね機械を入れて同じような手法で織ってるということになります。でそれでもそのやはり柄を織ると、はい、これ西陣織のですね最も、うん、特殊なところですね、その先染め、色のついた糸で柄を織るとこういうことに特化いたしましてですね、こういう織物を、織れば綺麗に仕上がっているということになりますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではそんな西陣工房さん、西陣工房の河合さんに来週もお話を伺いたいと思います。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。